南家は、大葉小春による日本の短編漫画作品。週刊ヤングマガジンにおいて2004年14号から、各週ペースで連載中。2019年4月時点で、累計発行部数は500万部を突破している。これまで4期にわたって、テレビアニメ化されたほか、ドラマ CD や、オディなどの展開も行っている。南家の三姉妹、長女、遥か、次女、かな、三女、 千秋の家や学校での日々の出来事を中心に描いたショート作品である。本作を端的に表す言葉として、この物語は、何家三姉妹の平凡な日常を淡々と描くものです。過度な期待はしないでください。ガール。これに、姉妹の友人らとのやりとりが加わり、作品を盛り立てている。作者の桜城小春は、小学生、中学生、 高校生の三姉妹それぞれの友達が家へ遊びに来て世代間のズレによる微妙な世界の違いのやりとりを描ければ面白いとコメントしている。一部例外を除いてほとんどのエピソードは一話完結で季節は雑誌掲載時期に従う。作中では季節が何週もしておりさらに特定の日も複数回来ているが 登場人物全員が初登場時と同じ学年のままである。作画の特徴は、登場人物の頭身を下げたり描写を単純化するなどのデフォルメではなく、逆にアクセントとして目、唇、顎のラインなどを写実的に描写していることが挙げられる。また、口術のように、南星の人物、内田、冬木以外のフルネームは明かされておらず、家族構成もほとんどのキャラクターが不明である。 月刊ヤングマガジンでの今日のこの2終了後、単行本の公表を受け週刊ヤングマガジンで南家連載に至った経緯、連載初期の反応などについては南家今日のこの2キャラファンブックの初代担当のインタビューに詳しい。この新連載について作者からは3姉妹が主人公の話が提案され、それについて担当編集者側から出した要望は姉妹を高校、 中学、小学生の三姉妹にすることと漢字で何家だったタイトル案をひらがなに変更することぐらいと言う。当初は描きだめしており、1話目は地味なものを選んだとのことである。5話まで毎週掲載した後、6話より各週連載となっている。2007年10月より第1期のテレビアニメが放送されてから、これまでに第4期まで放送された。 声優はアニメ版、ドラマ CD 版ともに共通。この作品の主人公。なお、作中において三姉妹の名は、性は漢字、名前は、カタカナで表記される場合がほとんどである。原作、アニメとも三姉妹の両親は一切登場していない。また、家計の悩みは多少あるものの、経済的に不安定な様子もなく、その背景は謎に包まれている。 なお、遥との会話から、千秋は父親を覚えていないことが伺える。原作第40話から登場。上記の南家と同じ性を持つ、もう一つの南一家。季節を含んだ名前、両親が家にいないなど二つの南家には共通する点がある。しかし、親戚ではない。この二つの南家は、東馬と千秋の出会いがきっかけで交流を深めていく。しかし、 長男の春尾の実は、上記の南家の面々との面識がない。なお、テレビアニメ第2期の、南家おかわりでは、東馬以外登場していない。以下の人物は、全員遥かと同じ高校に通っている。3年生2年生1年生以下の人物は、全員かなと同じ中学校に通っている。2年生3年生以下の人物は、全員千秋と同じ小学校に通っている児童と、 そこの教員である。5年生教員他にも、局地的豪雨、開かないビニール山、蓋のない急須など、千秋にあだ名をつけられている教師がおり、吉野によれば千秋は、先生全員にあだ名をつけたという。しかし単行本題10巻までにおいて、熊田先生と田中先生以外は、全員未登場である。他にもテレビアニメ第3期の、南家お帰りでは、 先生が出てきている。2021年7月6日、現在、コミックスは第22巻まで刊行されている。各巻、20話前後掲載。このほか関連書籍も数冊刊行されている。テレビアニメ第1期、南家が2007年10月から12月まで、テレビアニメ第2期、南家おかわりが2008年1月から3月まで、テレビアニメ第3期、 南家おかえりが2009年1月から3月まで、テレビアニメ第4期、南家、ただいまが2013年1月から3月まで、それぞれ放送された。第1期から第3期までは、テレビ、東京系列で放送され、第4期は、東京 MX などの独立局他にて放送された。第1期から第4期ではそれぞれ、制作スタッフの一部や、キャラクターデザイン、舞台美術、 背景といった作画などが異なっている。また、コミック各館の限定版には、オリジナルアニメーション DVD が同梱されている。これまでには、2009年6月には、コミック第6巻限定版として、南家別原、2012年10月には、コミック第10巻限定版として、南家お待たせ、2013年8月には、コミック第11巻限定版として、 南家、夏休みがそれぞれ発売されている。なお、関連番組として、アニメート TV にて配信された、インターネットラジオ番組、南家のみなき家がある。南家テレビアニメ版の第1期で、全13話。制作はドーム。原作に沿った話を中心に、オリジナルのエピソードを加えて、再構成している。南家お代わり、テレビアニメ版の第2期で、全13話。 上記の第1期南家が終わってすぐに放送されたのだが第1期とはアニメ制作会社が異なり音楽関係以外の主要スタッフが異なっている上にキャラクターデザイン舞台美術背景といった作画なども異なっているため南家が第1期でこの南家お代わりが第2期と区別されている第1期では三姉妹の住むマンションがレンガ壁で 高級マンション風の外観だったのに対し、この第2期では、高段住宅式の簡素な外観に変わり、団地のような別棟が存在するようになった。第1期では、別々だったかなと千秋の部屋も、第2期ではパーティションで仕切っただけの大きな一つの部屋に変更されている。学校施設関連なども、第1期とは異なっている。時系列は、第1期の最終話の大晦日の直後、 正月から春頃までの話となっているため、冬の話がメインとして描かれている。冬期などアニメオリジナルのキャラクターやエピソードが追加され、原作に存在するエピソードにも変更が加えられているものがあるため、オリジナル要素が非常に強い。また、主要キャラクター以外の人物の大部分がシルエットとなっている。南家お帰り、テレビアニメ版の第3期で、 全13話。第2期とは対照的に第3期はアニメ版オリジナルの要素が少なく大半が原作に沿った話となっている。しかしながらアニメオリジナルストーリーが原作のストーリーに挟まれており、その点ではオリジナルの要素のうちストーリーは決して少なくはない。なお、OP 前や ED 後に比較的長い話を挟むなどテレビアニメとしては 珍しい手法を使っている。制作は、第2期と同じくアスリート。だが、一部のスタッフや、キャラクターデザイン、舞台美術、背景といった作画などが異なっている。第2期と同じく正月の話から始まっているものの、必ずしも放送時期に季節を合わせず、第1期と同様に季節が進んでいく。なお、この第3期では、季節が1周以上経過したが、 登場人物全員が第1期や第2期と同じ学年のままである。南家別原2009年6月23日発売の単行本題6巻限定版同婚のオディ。テレビアニメ第3期南家お帰りの続編にあたる。パンチラ描写は解禁されている。南家お待たせ2012年10月5日発売の単行本題10巻限定版同婚のオディ。 テレビアニメ4期放送を前に同一スタッフで制作された。単行本題10巻に収録されている短編作品の中から5つの作品をアニメ化して収録してある。このうち第185話の絵を DVD のデザインに利用している。南家ただいまテレビアニメ版の第4期で全13話。2013年1月から3月まで東京 MX。 tbk、テレダマ、千葉テレビ、テレビ愛知、毎日放送、テレビ北海道、BS11、ATX で放送された。制作がフィールに変更。この第4期は、独立局を中心に放送される UHF アニメとなった。それまでは、関東地区は、広域圏、関西地区では、大阪府のみだったが、今期において、関東地区は、南関東のみ、 関西では広域圏という逆転現象が生じているが、中京地区では第1から3期同様愛知県のみである。また、初の全国で BS 放送となった。南家夏休み2013年8月6日発売の単行本題11巻限定バンドのコンのオディテレビアニメ4期と同一スタッフで制作された。大場小春が、 脚本に加わった第200話ベースのオリジナルストーリー、長編1話と短編1話が収録されている。なお、t v アニメ、働く魔王様の登場人物である新王さなと、佐々木千穂が W バーガーの店員として、仮名を出演している。第2期のサブタイトルには、食事や料理などに関する言葉が盛り込まれている。もともと原作、 南家第12話の3コマだけ登場しただけのものが、テレビアニメ第1期、南家で異様な広がりを見せた、劇中劇。ゴールデンタイムのテレビドラマという設定で、学校教師の先生とその教え子の女生と、二宮くんの恋愛模様を描いている。なお、最終回の10時間スペシャルでは、ハッピーエンドを迎えた。テレビアニメ第4期、南家、ただいまでは、 二宮くんのライバルキャラの女生徒、三宮くんが登場している。女生徒の名前が二宮であり、死亡フラグが立ちまくることから、1993年に放送されたテレビドラマ、高校教師のパロディであることが伺える。南家の南家のコーナーである、南家から南家家、そして南嫁でもテーマとして取り上げられ、声優や視聴者により独自に展開を続けていた。 オディ、今日のこのに宝箱でも劇中劇で登場している。また、アニメ版の劇中には以下のような先生と二宮くん関連の作品群も登場する。いずれも二宮くんの不死身ぶりがネタになっている。南家第一話予告編では何らかの前番組の存在を前提とした作りになっていた。感動の最終回を見てハイテンションなかなに、 千秋が冷めたツッコミを入れるという内容で映像も第1話の場面に合わせている。南系おかわり第1話予告編においても同様に具体的な内容に触れない形で前番組の存在をネタにしていた。これで終わりでは物足りないというかなと千秋がこんな時どうすればよいかを問うという内容で要するにおかわりだというオチになっている。映像は第1話の一部で語りとあっていたのは バカ野郎と突っ込む場面が藤岡を投げつける映像だったけど、南家おかえり第1話予告編では、全番組であり、原作者も同じである、今日のこの2が、ネタとして使われた。この時は、内田の下の名前と絡め、原作第53話後半のエピソードをもじった内容になっている。ただし、この話は、アニメ本編では映像化されていないため、アニメ本編では、 内田の下の名前は登場しない。なお、映像は、番宣版とほぼ同じものであり、特に語りに合わせたものではなかった。南家ただいま、第一話予告編では遥かが加わり、三姉妹が共演する語りとなった。来週から始まるという遥かの発言を受け、かなは寝ぼけ声で始まったら起こしてと言い放つが、千秋はお前も出るんだと突っ込んでいる。映像は、 番宣版に近く特に語りに合わせたものではなかった。南家のみなき家は2007年9月28日から2008年7月31日まで配信されていたインターネットラジオ番組。なお、2009年1月9日から2009年9月30日までは同じくインターネットでみなき家お帰りが配信されていた。また、 2012年10月から12月まで南家のみなき家をさらい、2013年1月から3月まで南家のみなき家ただいまも配信されており、こちらはインターネットだけではなく、一部地域において、ラジオ電波を使って放送もされている。いずれの番組も、パーソナリティは、春香役の佐藤里奈、金役の井上ま里奈、千秋役の千原美里が担当している。南家、 南家おかわり、南家おかえりともに、DVD の初回版には、ミニドラマ CD がついている。内容は、各話のエピソードを埋める形であり、それぞれ、5話としている。なお、南家、ただいまでは、期間限定版が配される一方、DVD だけではなく、ブルーレイディスクでの販売もされている。以下のリストでは特に断りがない限りメディアはすべて、DVD だが、 混乱を避けるため、ブルーレイも販売される場合に限り、DVD であることの断りを入れてある。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます南家お代わりに、関するカテゴリ南家おかえりに関するカテゴリ南家別原に関するカテゴリ南家お待たせに関するカテゴリ南家ただいまに関するカテゴリ南家夏休みに関するカテゴリありがとうございます。